相当な覚悟を持ってこの7番をつけたと思いますし、まあ、今シーズンにかける意気込み、まあ、去年ね昨シーズンは怪我で非常にあの、はい、残念なシーズンになりましたけども、まあ、今年にかける意気込みというところでは非常に大きなものがあると思いますね。最初のセットプレーです。サガン鳥栖いい入りをしたい。サガン鳥栖です。このコーナーキックは大事だ。こぼれているシュート、決定的打診になりました。入ってもおかしくない。最後は原田の右足、ここうまく原田の足元来ましたからね。来ましたよね、最後。それだけでもビルドアップでの、まあ、正確さっていうところ、はい、まあ、ボールのつけ方っていうのは非常に巧みですよね。間で受けた宇佐美です。山見に出します。さあそして全速力で中に入ってきますが、山見のシュート、パクイルギよく触りました。選手もよく手が伸びましたね。枠をしっかりと捉えていました山見。本田風地には通りませんでした。宇佐美裏を狙っていました。鈴木武蔵のシュート、強力でしたがパクイルギュ前でトレインから崩して高いボールを入れてきました。ビューディア、そして鈴木どうだ、今度こそか。鈴木武蔵今度こそ決めたか。1対0ガンバ大阪、後半の立ち上がりセットプレーから自分の前の空間を空けながら落ちてきてもダイレクトで叩き込めるような体の向き、距離感、インサイドの正確なキックですよね。ナイスゴールでしたね。そのまま本田風地は上がっていきます。クロスボール入れの中に富樫、樺山、さあ仕掛けるか、カットイン、仕掛ける仕掛ける、抜けてくる、シュート、樺山見事なゴール、同点1対1。ボックスの中で仕掛けて奪いました。いや素晴らしいこの打開でしたね。キックフェイントがここも早かったですね。ここも股抜き冷静ですし、1人かわしてからのこのニアのシュート、抜いてからのねシュートモーション早かったですよね。素晴らしいゴールでしたね。少し谷選手の反応も遅れました。ああここで笛を吹きました。コーナーキックの前に笛を吹いてゲームが終わりました。